全国2億6000万の花屋龍馬ファンの皆様こんにちは。速稼塾の久保でございます。いや、花屋龍馬さんのね、神の道、神道はまさに神の道でしたね。というのがね、やっぱりアクセスの取れそうなタイトルとかアクセスの取れそうなテーマで語り続けるってことなんですよ。 YouTube ってサムネイルとタイトルと再生数っていうもの、この3つの要素がね、すごく重要なんですけども、これもすでに人の動画見たらどんな動画に反応があるかってことは見えてるんですよね。サムネイルでしょ、タイトルでしょ、再生数、この3つをもとにまさに丸パクリすると、要するにアクセスを呼び込むことができるというね。 YouTube って書くもね、単純な仕組みなんですよ。あとはタグを入れたりとか、関連の動画の URL をね、説明欄に挿したりとか、ハッシュタグ入れたりとか、小技はあるんですけども、基本的には、同じサムネイルで、同じタイトルで、似たような内容で喋っていけば、同じようなね、アクセス数になるんですよね。だからね、YouTube 攻略って非常に簡単なところあります。あとはね、当たるも発揮なんですよ、あとは。同じようにやったからといって、同じようにね、YouTube が検索上に上げてくれるか、関連に出してくれるかっていうのは、これは運任せなんでね。基本的にはサムネイルとタイトルと内容ですか、これを真似ていればいいということになりますけども、花屋龍馬さんはね、ウォートークの時からまさにそれをやっていってやってくれるなと思う感じですよね。で、あとはね、 YouTube を作るってことが本当にマネーマシンを作るの、本当にその通りで、私はね、動画1本について生涯年収1000円だと思ってちょうどいいかなと思うんですよ。要するに動画を作ると、その動画1本がね、自分の人生生涯にあたって1000円をもたらしてくれるって感じです。だから動画を1万本作ると生涯 YouTube 年収は1000万になるんですよ。じゃあね、10万本作ったらどうですかってことになるんですよ。動画を10万本作ったら1億円なんですよ。100万本作ったら10億円なんですよ。いや、こんなにね、分かりやすい資産構築法はないんで、もうはっきり言ってね、投資する、他の案件とかに投資したりとか、ネットワークビジネス参加する意欲失っちゃいますよね。だって YouTube ずっと作ってるんですよ。他何もいらないんですよ。 YouTube のネタなんて24時間起きてれば山ほど起きますし、しまいにはネタがないなと思ったら過去の動画を見て自分の動画レビューとかすればいいわけですから。で、しまいにはね、こうやって動画のキャッチボールとかしていって、まあ、あやさちゃんとかね、やってますけども、底辺長者合宿開示とかね、ああいうシリーズをいろんな方とやっていけば、まあ少なくとも一緒に走る仲間はできていきますしね。そういうふうな動画のやり取り、羨ましいなと思ってる人に対してやりますみたいな感じで、結構ね、パートナーができると思うんですよ。で、私がね、最近思ってるのは、2桁違う人とやり取りしたらどうかなと思うんですよ。2桁、それはね、チャンネル登録者数が2桁違う人、要するに私から見るとチャンネル登録が100人前後とか200人前後の方と動画のキャッチボールを無理やりこっちからやるみたいな感じですよね。で、私の動画のコメント欄にはいろんなコメントついてるんですけども、そのコメントをつけてくださってる方の中にも YouTube をやってる方がいるんですよ。じゃあその方とこちらからね、呼びかけて、あ、この人チャンネル登録なんか250人か、だったらこちらからリレーを申し込んでみようかなみたいな感じでリレーをやったりするんですけども、まあ続かないですよね、本当にね、残念ながら。チャンネル登録が伸び悩む原因の一つは、動画の量産ができてないってことがすごく大きいです。動画の量産をする時間的な余裕もないかもしれませんけども、ただね、1日1本の動画を5分10分で撮るっていうことぐらいはできると思うんですよ。その中でね、やっぱついてきてくれる人っていうのは、私が去年感じた通り、花屋龍馬さんぐらいですよね。すごいと思いますよ。チャンネル登録が増えたりとか、ファンができたりとか、メンバーシップやったりとかの展開がすごく横に広い、素晴らしいと思います。まさに神の道ですよね。もう私なんてね、追いつくところがないです。まあ、ですんで、本当にね、花屋龍馬さんのところに入られた方は幸せだなと思いますよ。花屋龍馬さんは逃げない、やめない、もう媚びない、この三拍子でやっていってると思いますし、まあ全てをね、お手本にしてもいいんじゃないかなと思います。そしてね、若いですね。若いんで、これから将来ある若い人が花屋龍馬さんのところに集まると思います。もう私の発信っていうのはね、ロスジェネ世代中心に集まってきますんで、なんかね、昔を懐かしんで、最近の若いやつはよって、俺たちの若い頃はよみたいなね、そんなね、なんか本当にザおじさん会議ですからね。というか、女性の割合が4割くらいですんで、結構女性も多いんですけどね。まあまあ、若者に、負けないように俺たちも頑張っていこうねと、気持ちだけは若く言おうねと。だから自分の武勇伝振りかざすのはやめて、若者にね、もっともっと学ぶような姿勢を取っていかないといけないな、謙虚に謙虚に。今やっぱりね、20代の方ってのはすごいですよ。生まれた時からデジタルネイティブですよね。スマホがあったりとかね、インターネットが常時接続されていたりとかします。私たちの20代の頃はポケベルすらありませんから、黒電話で、例えばね、好きな女の子のところに電話かけるときも、まずお父さんが出るんですよね。お父さんが出て、お父さんを攻略しないと自分の好みの女の子のところに行かないわけですよ。
でお母さんが出てくれた時はまだ好意的なんですよね。お母さんがね、あら何々さんとか言ってからね、何々君から電話よみたいな感じでちょっと和むんですけど、お父さんが出るん、何お前どんなやつなんだと、うちの娘に手出してんじゃないだろうな、いやこれからですとか言ってバカ野郎とか言われちゃいますけどねそれはお父さんわかるですよ気持ちは。僕も10代のね青春真っ盛りの男の子なんですから、お宅のお嬢さんみたいな素敵な子に魅力を感じるのはしょうがないでしょお父さんみたいな感じで、お前分かってるやないかみたいなね、そういうお父さんの攻略方法もあるみたいな、何の話をしてるんでしょうねということでね、花屋龍馬さんに学べば恋愛健康そして、お金の問題仕事の問題全部解決しちゃうんじゃないかなというふうな私のおすすめで今回の動画を終わらせていただきます。花屋龍馬さんのね動画本当にね面白いと思いますんで、皆さんどんどん見に行ってください。それではいってらっしゃい。なんだよこれ、振りてねえじゃんこれ、これ役なんでじゃんこれ、なんなんだよこれ、ドラドラは俺乗ってるじゃねえか、これどうすんだよこれ、いやほんなのやめろやめろ。